はい、どうも、若旅旅男です。はい、今回はですね、60代のお父さん、おじいさんなら、誰でも一着を持ってると思われるじいちゃんですね。じいちゃんを着ていこうという動画になります。私が今持ってるのはですね、これが昔々のリーバイスですね。20代前半の頃、アメ横で買ったリーバイスの、品番はわかりません。こういうやつ0217って書いてありますけど、まあちょっとよくわかんないですね。サイズはね46。もうアメ横中探して、一軒だけあったやつを買いましたね。が一着と、もう一着、これはもうボロボロですね。ラングラーのボロボロ、こういうやつ、サイズは44。これも一応アメリカ製ですね。 USA アメリカ製のこやつ。あとはね、冬物の毛布をついたリーと、ボアのついたリーバイスを持ってます。でもう一つ、この時期、春先に着れるの、これはもうジージャンとは言い難いと思うんですけど、デニムなのかわかんないんですけど、まあ綿のね、ヒッコリー柄のやつ。ここはコーデュロイの襟がついてて、すごい薄いやつですね。夏でもバイクに乗るときちょっと羽織れるやつ。こういうポケット。ポロじゃなかったかな。ポロですね。ポロジーンズっていうとこの、こういうやつ。まあまあ、春先とか夏場に着るのには、ちょうどいいのではないかと思われるじいちゃん。これをね、ちょっと合わせてみたいと思います。で、もうじいちゃんはね、今何でも合うんですよね。ウールパンツでもドレスでも、どんなパンツ履いてもスウェットでも合うからですね、いいと思うんですけども、今日はね、迷彩のカーゴ。これでちょっと上を変えてね、合わせてみたいと思います。パンツはこれね、1997年、ベルギー軍のですかね。なんかヨーロッパ方面のカーゴパンツです。これに合わせてみたいと思います。そして靴はね、これ GU のリアルレザーが出た頃に買ったやつですね。恐ろしくですね、重宝してます。履き心地いいし、そんなに履いても疲れないし、履きやすいから、ちょうどね、革靴とスニーカーの間的な感じで、またこのタイプはね、軍パンによく合うんですよね。合うでしょ。スウェットはね、古着で買ったリーボックのスウェット。じゃあリーバイスの46。ところどころ伸びているし縮んでいるという。もう何回洗濯したかわからない。パンツがね、そんなに今時みたいな太いサイズではないので、ちょうどいいのでは。ないでしょうか。最近筋トレやってるからね、ちょっとパンパンになりますが、締めるとこんな感じになります。続いてボロボロラングレー。こっちのはね、ちょっと小さいしね、サイズが44なので、なんかミニランとか単ランみたいな感じになりますが、まあこれはこれで、もうちょっと太いパンツに合わせるとね、またいい感じになるのではないでしょうか。そしてこれですね、ポロの、これが一番丈短いんじゃないかな。丈は短いけどね、袖は長いんだよね。続いてデニムっぽいワークシャツ、ラルフローレンですね。これシャツはインしました。どうですかね。ちょっと同じような色だからどうですかね。もうちょっとメリハリつけた方のはいいのですかね。いいかもしれないし、下が派手だから薄めにした方がいいのかもしれませんが、まあそれぞれ。
したい。そしてラングレー、ラングラー、ラングラー。あ、私はこっちのがいいですね。この色の差が出た方が私は好みですね。そしてリーバイス。で最後にね、あのボタンダウンのシャツで合わせてみたいと思います。ボタンダウンもいろいろありますが、最近よく着てるのはこの LL ビーン。はい、白のボタンダウンにラングラー。やっぱ白の方がやっぱりちょっと清潔感出ますね。ああ。パッと見はやっぱ白いいですね。白のはいいですね。次にリーバイス。やっぱ白がいいですね。下が迷彩だけに変に色も拾わないで白がいいですね。靴下も白がいいのではないでしょうか。では最後にヒッコリー柄。ヒッコリーだっけ、ヘリンボンか。ヘリンボンっていうのかね、ヒッコリーですかね、どっちだろう。ああ、これはやっぱおとなしく、ちょっとおとなしくなりますね、印象としては。私としてはこのボロボロのラングラーのジージャンがこの白には一番合ったのではないかと思います。このぐらいの色がいいのか、このデザインがいいのかよくわかりませんが、これが一番合ったと思います。ちょっと私としてもね、予想外なんですけども、この春の日差しを浴びたらですね、じいちゃんをいっぱい着てみたいと感じたこの春ですね、ちょっといろいろ着てみたいと思います。次はね、ちょっとドレスパンツとかね、カーキとか、まあジーパン、いわゆるデニムオンデニムみたいな形もちょっとしていきたいと思います。では若田ビタビオでした。